より難易度高くてびっくり。よいしょ。よいしょ。絶対この壁おかしいぞ。あれからやつ。すごいここに執着したやつがおる。この場所に。うん。地主か何かかな。これはすげえな、思ったよりすげえ収穫だぞ。すげえな。あのローパーが取れんかなと思って一生仕事もやったんだけどな。あそこでしゃがんで取っとったやん、あれも完全ローパー探してたやんって、うんうん、ああ最初しゃがんでたの、うん、あの老婆は最近お亡くなりになった方？いや、違うな。ああ、昔か。うん。いや、もうこれ完全あれだな。ヤバめ？影、完全影だよな。うまく合わせたら。まあ、影に見え…見えんこともないけど。どうなんやろ。まあ、一回これは仕方してこう。老婆が欲しいんやと、俺。この木マジやべえな。老婆の霊は悪い霊だ。いや悪くはないんだけど、老婆すげえな、ずっとおるんだな。へえ。携帯でも取れんかと思って。しかもあと滑り台の上に立ってる少女だな問題は。どうするかなと。思った以上に幽霊いて草。うぬうぬはもうちょっと時間経ってから今度頼むかな。むしろ昼ではって思うけど。あ？公園来る時間帯も俺らが撮った時間帯も昼だから、むしろ明るい時間なのではって思うけど。その俺と一緒に写ってるのはどの霊ですか？また別の子？別だな。すげえな、これだけあって心霊スポットって分かるのかここ。でもこれになると草とか写ってねえしな。影写ってねえやろ木に。やろ、写っとないの？この辺のあれですよね。そうそうそう、うん、だから言ってやっぱし違うぞあれ。うまくごまかした人間だと思うんだけど、ここすげえな、あの老婆が今ずっとこっちを見るんだよな。あ、こっち見てんの。うん、お帰りなさいって言っとる。あら、優しいおばあちゃんじゃないか。うん、お帰りなさいっつって。なんやろ、なんで帰らんなんだよ。まあここね、老婆とね、滑り台にね、少女か。ああ、少女、うん。あ、少女ですね。ちょ、大きさっていうと、小学校3年、4年？ああ。わからない。2、3、4年生ぐらいの女の子が、滑り台の上から立って見てるんだよね、こっちを。俺ら見とんか、滑り台で滑りや。違う、なんか知らんけど、こんな時間に来るのが珍しいのかね。まあ、でしょうが。あと、真ん中にあるベンチ。老婆が座ってんだよな。あの木のやつは、うん、木のやつはあれ古い木なのかな。結構なあれだぞ。ああ、ここ重いぞ意外と。ここは意外とヘビーな公園だな。うん、これ霊感の強い人来てみるべきだよ。、うん、意外と楽しめるぞ。どうだろう、霊感強くないと分かんない。でも、うん、